かは長い。Thank you.
次はガラッと変わって、はい、ノリノリのノリノリの曲をやりたいと思います。はいはい、次にお送りいたします曲はアニメメドレーです。はい、ね、たくさんのね、こちらにもお期待ください。はい、それでは行きますか。はい、行きましょう。それではアニメメドレーです、どうぞ。
伊藤洋華言っていいですか、言わないで、宇治粒でのお楽しみということで、はい、ぜひ当ててください、ね、はい、3名様です、3名様ですね、はい、はい、じゃあこれを始めるにあたってまず儀式がありますか、儀式ですか、まず右手でグーを作ってもらって、はい、グーです、握り拳です、パーじゃなくてグーですね、いいですか、親指は出しても入れても、私出す派なんです、出し入れる派なんです、どっちでもいいですけど、はい、じゃあそれを右の横にセッティング、セッティングしてもらって、それをあの私がイントロって言った時にドンでこう、はい、斜め45度90度の半分を40度、ね、あの出してもらって勢いよくドンで、ね、はい、はい、じゃあ高校生見本お願いします、はい、高校生準備できてますか、喉の準備、喉の準備したいので、じゃあいきますよ、高校生イントロドン、こんな感じでやってもらいたいと思います、ね、素晴らしい見本、はい、見本ですよ、見てください、ね、じゃあ次はお客様の番です、いいですか、セッティングしてもらって喉の準備は、最近風邪流行ってますので皆さん気をつけてくださいね、いただきます、お客さんもっと頑張ってください、まだ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 いけると思いますよ、皆さん頑張ってください、じゃあもう一回いきますよ、はい、もう一回いきましょう、いますよ、イントロドン、ワンアップぐらいですね、ワンアップぐらい、で最後グーいきましょう、はい、はい、ラストチャンスなんで最後いいですか、グーしてくださいよ、皆さんグーですよ、イントロドン、よいしょ、はい、いい感じなので、はい、じゃあ高校生いきましょう、イントロドン、じゃあお客さんイントロドン、全員でイントロドン、じゃあはい、はい、始めましょうね、はい、はい、では高校生イントロスクリプト、じゃあそこのりょうかちゃん、皆さん、儀式を行いますので、喉の準備はいいですか、喉の準備いいですか、イントロドン、何ですかそれああ、じゃあ、一番前のふわふわのふわふわのふわふわの最後ですか、正解です、お願いします。ありがとうございます。じゃあ、豪華なクラリネット、ね、いいですね。アンサンブルですか。私びっくりしました。一人やと思ってました。おめでとうございます。じゃあこれムキグリとスズラムネですよ。皆さんいいですね。これ二人で分けてください。おめでとうございます。ありがとうございます。で、こんな豪華な景品が待ってるんで、皆さんあと2名ですよ。お願いしますね。いいですか？はい。はい、では次行きましょうか。次やってくれる人。はい。あとそこのゆいちゃん。喉の調査、ね、喉の準備をしていただいていきますよ、イントロドン、チューニングですか、もう一回お願いします、わかりますか、わかった人わかりますか、もうちょいお願いします、もうちょっとですね、あ、長い、長い、お、長いますか、入りますか、はい、じゃあ流れのやつ、おめでとうございます、じゃあ一曲お願いします、スズラムネでございます、私たちのお気に入りスズラムネなんですよ、スズラムネ、はい、9個入りです、はい、はい、食べてください、よかったら食べてください、じゃあ、はい、来たるラストチャンス、ラストチャンスです、皆さんいいですか、頑張ってくださいね、早押しですから、はい、はい、もう耳大きくして聞いておいてくださいね、はい、いきますか、はい、はい、では高校生やってくれる人、あ、そこのしおんちゃんお願いします、おー、やばそう、トランペット
です。お願いします。では、はい、物の準備をしてもらって、ね、物の準備ですね。ですか？いきますよ。イントロ。ドン。早いですね。いきますか？いきますか？わかります。誕生日の歌。誕生日の歌。いや早いですね。では一曲お願いします。スバルではお誕生日を祝うというなんか儀式じゃないんですけどなんかあるんで今日当ててくれた女の子でちょっと聞いてみようかな。何月生まれですか？8月生まれです。私と一緒や。イエーイ。私も8月です。何曜日ですか？曜日いきますか？曜日いきますか？8月の何日ですか？22日。全く一緒。奇跡が起きました。皆さん、奇跡。おはようございます。すごいですね。私も8月22なんです。よろしくお願いします。はい。じゃあ、あ、ごめんなさい。名前お願いします。リムです。リムちゃん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 。じゃあ、リムちゃんのお誕生日を。はい。じゃあ、記録係。記録係お願いします。はい、記録係からです。おー22日はリムちゃんとズーキーの誕生日です。ありがとうございます。すいません。せーの、いくよ。リムちゃん、ズーキーでお願いします。せーの、ハッパーセントユー、ハッパーセントユー。すごいですね。すごい素敵な出会いです。じゃあ、イムちゃんにはイロハガシとネズミのクッキーをプレゼントいたします。おめでとうございます。こっちももらえる。ありがとうございます。クッキーもいろんな、はい、なんか動物の、そうなんですね。駄菓子のところで売ってます。駄菓子です、皆さん。駄菓子ね、いっぱいあるんでね、いってあげてくださいね。ちなみに、はい、今日は11月19日で、歌手の松崎しげるさんの誕生日。誰ですか？もうちょっと私そんな知らないんですよ。愛のメモリー。誰でも知ってますか？人生を。ちょっと私ら世代ちょっとわからないかもしれないですね。はい、まあ、はい、そういうことです。はい、じゃあ、すごいですね。はい、次行きますか。ちょっと息抜きできたところで、はい、次参りたいですが、はい、参りたいんですが、ここで重大なお知らせがあります。次の曲でラストになります。はい、じゃあ聴いていきましょうか。あの、はい、次最後に、ね、お送りいたします曲は、はい、楽しいですね。皆さんよく知ってる某アイドルグループやほにゃほにゃ KB48 とか48ちゃいますかね、はい、48とかいっぱい出てくるので、はい、あの楽しんで最後聴、はい、いてもらいたいと思います。はい、では最後に演奏いたします曲は平成メドレーです。最後までお聞きくださってありがとうございました。それではどうぞ。
まだまだ乗り足りないということで、はい、と思いますが、はい、じゃあちょっと宣伝まだまだ乗り足りないお客様に、はい、あの宣伝がございまして、はい、来たる3月31日と4月1日に、常陽の文化パルク常陽にて楽しい定期演奏会を2日間やらせていただきます、はい、同じようにね踊ったり、そうなんです、もう楽しいステージもいっぱいあったりかっこいいステージもありますね、はい、マーチングステージもありますので、はい、すごいかっこいいですね、はいはい、ぜひぜひいらしてください、はい、では最後に、はい、1曲ねアンコールに演奏いたします曲は、はい、スバル得意の踊って歌える楽しいがむしゃら行進曲です。最後までお聴きくださりありがとうございました。それではどうぞ。